南京城南京城は持ち運び可能な城前で何らかの資産、設備、施設を不法侵入、持ち去り、窃盗、バンダリズム、破壊、不正使用、いたずらなどから守るのに使われる。日本における南京城という名は近世において外国由来のものや珍しいものや小さいものが南京を関して呼ばれたことに由来する。南京城は持ち運んで どこでも使える便利な錠埋として誕生した。紀元前500年から紀元300年の古代ローマで南京錠が使われていた証拠がある。古代の中国を中心とするアジアでも各地を旅する商人が南京錠を使っていた。こちらは古代ローマよりも古い可能性がある。バネと葉を使った南京錠がイングランドのヨークにあるバイキングの住居跡で出土しており、 期八850年頃のものとされている。アメリカ合衆国で早くから使われた軟禁場は、スモークハウスロックとも呼ばれ、連鉄の板で作られており、単純なレバーとオードの機構を使っていた。このデザインはイングランドから持ち込まれたものである。しかし、セキュリティ手段としてはあまり役に立たなかった。同じ頃、ヨーロッパのスラブ人地方で、スクリュー鍵式の軟禁場が考案されている。 打線状の鍵を差し込んで強力なバネで固定されたボルトを引っ張ることで解錠する。これもセキュリティの役に立たなくなると様々な錠前と鍵が南京城に使われるようになった。製造技術の向上によって南京城も改良されていき、スモークハウスロックは1910年頃までに使われなくなった。十九世紀中頃、クリストフェル・プールヘムの発明したより、 安全なスカンジナビア式の南京錠がアメリカにもたらされた。中鉄製で上枚機構は回転するディスクが複数枚重なっているディスクタンブラー錠である。それぞれのディスクには鍵が挿入される切り欠きが中央にある。施錠時にはディスクが掛け金の切り欠きにはまる。マク・ウィリアムズ社が1871年に特許を取得した。スカンジナビア式南京錠は 大成功を収め、ニュージャージー州ニューアークの JHW クライマックス &CEO が1950年代まで生産を続けた。アメリカ合衆国以外では今でもこのタイプの軟禁場を製造している国がある。同じ頃、その形状からキャストハート型と呼ばれる軟禁場も登場した。スモークハウスロックよりも頑丈でスカンジナビア式よりもタイ食性がある。 真鍮を砂の岩型で形成しており、より安全なレバータンブラー状を採用している。重要な特徴として、鍵穴に何かが詰まるのを防ぐためにバネ付きのカバーが付いていた。また、錠前自体をなくしたり盗まれたりするのを防ぐため、鎖をつなげられるようになっていた。キャストハート型の南京錠は屋外で風雨にさらされる環境に強いため、鉄道でよく使われた。 1870年代になると、城前市は、キャストハート型の城前機構を今のでなくもっと薄い、鉄や真鍮で作った本体に収めた安価な、南京状を作り始めた。本体カバーは、金属板を型抜きしたもので、そこにレバータンブラー状の機構を収め、リベットで留めている。キャストハート型の方が頑丈だが、安価であるためよく売れた。1908年、 アダムズウェストレイクがそのような南京状の特許を取得。その安さから鉄道でもキャストハートン型からそちらに切り替え始めた。他社もこれに便乗して似たような南京状を製造、販売した。1877年、イェールタウンがレバータンブラー式で開場時に掛け金が回転する形の南京状の特許を取得した。設計上の重要な点は、 上前機構をカートリッジ化して別に組み立てられるようにした点で、それを真鍮の鋳物の本体に滑り込ませるようになっていた。そして本体と上前機構を貫くようにテーパーピンで止める。これによって上前機構を交換できるようになり、南京錠の保守という市場が生まれた。約20年後、ライナスエールジュニアが別のカートリッジ式南京錠を考案した。こちらは、 インタンブラー状の気候を採用し、掛け金がスライドして開くようになっていた。19世紀初め頃から、錠埋の製造に機械加工が使えるようになったが、20世紀初めに電力網が整って、電動の工作機械が登場するまで、機械加工はコストがかかりすぎる技術だった。1905年頃機械加工の南京錠が登場しており、現代の南京錠とほぼ変わらない。 初期の機械加工を使った錠前メーカーとしては、コービンやイーグルがある。この頃の南京城はすでに分解して、錠前機構が交換できるようになっていたものが、ほとんどである。その後、南京城の製造には、工作機械を使うのが当たり前となっていった。現代の南京城には道具を使って、掛け金を切るのが難しくなるよう追いをつけたものもある。1920年代初め、 マスターロックを創業したハリー・ゾルフは、ラミネート型の軟禁状の製造を開始した。金属板から型抜きした板を重ねて、本体を形成する。その中央に穴を開けて、上枚機構を収める。上枚機構と重ねた板をリベットで留めている。安価で、対衝撃性に優れていることから人気となった。今も、世界各地でこのデザインを真似た軟禁状が製造されている。 1930年代に入ると、ダイカストが主流となってきた。最も安価な製造法というわけではないが、様々なデザインが可能である。ジャンクンクブラザーズ、ワイズロックカンパニー、シカゴロックといったメーカーがある。その後、より安価な加工技術が登場し、ダイカストの南京場は廃れていった。下半以外の特徴として、会場には鍵が必要だが、施錠時は、 鍵が不要ということがある。また、現代では、主に安価で簡易な錠前として使用されている。一般的に普及している、南京錠の大半は、専門的な会上技能の訓練を受けた者には、ピッキング、バンピング、また製造元の販売する、合鍵の入手などによって、数分で会上が可能である。また侵入や窃盗に多く使われるハンマー、ボルトカッター、 ドリルなどの工具を使用すれば容易に、波状でき、厳重な封印を要する場所の施錠には向いていない。破壊、不正行為に対する軟禁場の体制の定量的評価として、a s t m ソールド石は、欧州標準化委員会、とのといった組織が開発した試験方法がある。この軟禁場の体制の評価基準は、波状されるまで分かかるというもので、破壊の可能性がないことは、 最初から想定していない。例として、ソールドセキュアによる最上区分のゴールドレートは工具による破壊まで5分を要するということを意味する。主に真鍮のものが多いが、鋼鉄製やアルミ製のものもある。真鍮は加工が容易だが強度が低いため、る部分をステンレスにして強化したものもある。軟禁状は本体、掛け金上前機構から構成される。 掛け金は一般に U 字型の金属で、それを守る対象物に引っ掛ける。解錠した状態では、掛け金の一方が本体と離れてスライドしたり、回転したりする。中には、直線的な掛け金、円形の掛け金、鎖やケーブルなどの形が定まっていない掛け金もある。解錠すると、掛け金が本体と完全に分離するものもある。南京錠の錠馬駅構は、 本体に組み込まれたものとモジュール化されていて分離交換可能なものがある。組み込み型の機構としてはディスクタンブラー状やレバータンブラー状がある。組み込み型の南京状は分解できない設計になっており古い南京状に多い。また施錠時にも鍵を必要とすることが多い。現代のモジュール化された南京状ではタンブラーが直接掛け金を固定するわけではない。 その代わりに、掛け金の切り欠きと噛み合う機構を開放するときだけ、鍵を回す必要があるような構造になっている。つまり、施錠の際は掛け金を本体に押し込むだけで良い。また分解が可能な設計になっていて、上前機構部分を交換することができる。この場合の上前機構としては、ピンタンブラー状、ウェファータンブラー状、ディスクタンブラー状がよく使われる。南京状には、 ダイヤル状型のものがあり、鍵の代わりに数字や文字が並んだホイールが複数並び、それを正しく組み合わせることで解錠する。簡易なものでは数字が3桁で先通りの組み合わせしかない。ダイヤル式軟禁状の不正解錠の方法はすでに一応は確立され、ネット上で拡散しているが、やや高価なものには状況に対応し、解錠の番号が可変式になっているものもある。 また最近はふさあたり方式では会場が困難な10万通りの組み合わせの5桁のものが登場している。一部のダイヤル上は回す時の感触を頼りに会場できるものがある。詳細はダイヤル上の緊急時の開け方を参照。閉じた軟禁場のアイコンはその対象がセキュアであることあるいは対象にアクセスできないことを示すために使用されることがある。いずれの場合も 開いた南京上のアイコンはその逆の意味である。前者の例としてウェブで HTTPS によるセキュアなトランザクションを実行しているとき、情報は公開鍵暗号で暗号化されて送信されるがウェブブラウザによってはこのときに南京上型アイコンを表示してセキュアなプロトコルを使用していることを示す。後者の例として任天堂 t e ー 3DS の設定画面で ペアレンタルロックが有効になっている項目には、掛け金がはまっている、南京状型アイコンが表示されるが、無効になっている項目には掛け金が外に出ている、南京状型アイコンが表示される。また、ツイッター等の SNS において、投稿を一部の人に対しての未公開としているアカウントには、南京状型アイコンが表示され、そのようなアカウントは俗に、鍵アカウントと呼ばれる。また、 前者及び、後者の例として、デジタル機器の Wi-Fi の設定画面では、暗号化されている、アクセスポイントは掛け金がはまっている、南京状型アイコンが表示され、されていない、アクセスポイントは掛け金が外に出ている、南京状型アイコンが表示されているか何も、表示されていないのをよく見かける。ありがとうございます。